ホワイトボードに映っているのが一次元の高分子を、えー、仮定して一、えー、次元方向に高分子が伸びた時に、えー、その伸びと力との関係を表したものであるという話でしたミクロカノニカル統計というふうにまあ言われる統計力学で最も基本的な、えー、っと考え方なんですね まず、まあ、大前提としてエネルギーが低い方が安定であると。でエントロピーが最大であると。まあ、内部エネルギーを E としてエントロピーを S としてまずエントロピーを計算してみましょうっていうのがミクロカノニカル統計の発想なんですよね。S の定義がっていうのを使うと。 熱力学の第一法則が外から与えた熱量っていうのが内部エネルギー足すことの仕事になると。でこの熱量とエントロピーとの関係式が温度×エントロピーになりますと。これを大前提にいろいろ問題を解いていきましょうよっていうのがまあミクロカノニカル分布の。 えっと話なんです、ね、だから、まあ、の全ての出発点がこれか。w っていうのが、まあ、そのランダム方向でいうところの、えっと、組み合わせからエントロピーを導出して、気体分子でもバネでも高分子でも何でもいいんですけど、統計的なエントロピーを出しましょうと。これを式変形すると t 分の1っていうのがエントロピーの内部。 エネルギー微分、もしくはエントロピーの仕事微分なるものを計算をしたと。バネの力と伸ビットの関係は、これを計算したことになるんですかね。DW が FDX でしたよね。こっちを使って、これをスモール FDX だとかを使って、 えとまあ、計算をしましまたバネだけじゃなくて、まあ、いろんな現象を、まあ、ランダムウォークに置き換えれば、えー、といろんなことが分かって、えー、まあ油電体の有電率だとかまあ磁性体の磁化率だとかまあいうものが、えー、といろんなものが、えー、と計算ができると。基礎的な発想は割と分かりやすくて、まあ、まず組み合わせを計算しましょうよっていうふうな。 ま話なんですけど分かりやすい一方で計算がすごいえと複雑なんですよね。なので発展させた統計計算の話をしてみようかと思います。カノニカル分布っていうふうに言うんですけどまああのミクロカノニカルでは組み合わせを計算するっていうのがスタートなんですけどもカノニカル統計の話はあるエネルギーを 持つ確率の計算からスタートするんです。あの前あのボルツマン因子っていうのを、えっと、定義したような気がするんですけど物質系がエネルギーイプシロンを持つ確率っていうのが E のマイナスベータイプシロンに比例するっていう風な。 まあシデン摂理みたいなのがあって、まあ実はそのこれがあのミクロカノニカル分布を使ってまあ証明できるんですよ。だから出発点はこっちのミクロカノニカル分布なんですけど、これをまあ公式的なあの意味合いで捉えて、これ前提に話を進めましょうよっていうのがえっとカノニカル分布の話。 なんですその規格化因子を分配関数っていうふうふに定義しますランダムウォークの場合だといっぱい可能性がある取りうるエネルギーイプシロンの可能性も、まあ、それだけ,ある,わけあるわけですね。で可能性が i 個 i 種類あったとしてで、えー、っとそれぞれのエネルギー状態っていうのはあの取りうる確率がこういうふうに書けると。 確率に比例する値なので、えーとまあ、その規格化因子をこういうふうに全部の確率を足し算したものを分配関数としました。この分配関数が分かるとその熱力学でいうところの自由エネルギーが分かるんですよ。F KT ログ Z というふうに書けるんです。えー、自由エネルギーの定義は F イコール E-TS これを全微分形式で書くと d f d e ス t d s s d t でここがまあ仕事になるのでその普通の熱力学だと圧力×体積変化がちょうど仕事の次元持ってるんでこういうふうに書いたり有電体の場合だと 電電分をかける電波あとは磁場の場合だと、えっと、MDH かある磁性体に、えっと、磁場を DH だけ,けざあの加えてやるとそれだけ磁性体にエネルギーが蓄えられるんですけど、まあ、それが DW になったりこれを整理するとこういうふうにまあかけたりするんですね。こっから色々類推すると エントロピーがマイナスラウンド F ラウンド T というふうに計算ができたりこっちとこっちを比較して1イコールマイナスラウンド F ラウンド W とかかけたりするんですかね。DW が PDV だったら圧力が マイナスラウンド F ラウンド V だとかあとは DW が MDH とまあいうふうにかけるならば M がまあいうふうにかけたり、えー、とすると。なわちカノニカル分布ではそのまず分配関数を計算してそこから自由エネルギーを出せればそれなりにレトリ学的パラメーターが えっと、求められますすねねとというところに、えー、行き着くんで,す、ね、でミクロカノニカル分布との違いはミクロカノニカル分布は組み合わせを計算して組み合わせからエントロピーを出しているとでカノニカル統計では分配関数を計算して、えー、分配関数から、まあ、エントロピーみたいなネテ,テリキ学的なパラメータを出すと、まあ、いうふうな、えー、と違いがあります。 でまあ、どっちがまあいいかっていうのは、まあ、用途に応じてさまあ様々あったりするんですけど一般的には、えー、とミクロカノニカル分布っていうのはあのエネルギーが、えー、と常に一定の状態バネのゴム弾性の場合だとゴムの長さがこれぐらいっていうふうに確定した状態でそこでの まあエントロピーだとかを計算したいっていうときにミクロカノニカル統計を使うカカノニカル統計の場合は、えー、と特にその持ってるその物質群っていうかまあゴムでも自生体でも有電体でも何でもいいんですけどある一定温度にある状態での、えー、とその物質のエントロピーを出したいと。 まあいう時にまあ使ったりします実際の物質を扱う場合は、えー、とある空間での物質は、まあ、あの温度がこの時っていうふうに決まってた方があの便利だったりするのでどちらかというとミクロカノニカルよりはカノニカルの方が、えー、使うことが多いかと思います。 まあでもまあ同じ自然現象は使うので、まあ、その気をつければミクロカノニカルを使えるし、まあ、場合によってはこれカノニカルを使った方が便利ということもあるので、まあ、用途に応じて使い分けていけばまあいいかと思います。えっと、今の話を前提として、この本に書いてある磁生体の話をですね、ちょっとしてみたいなと思うんですよ。磁化っていうのが109ページの の式で書けると前回話したそのバネの伸びと長さの関係みたいな形のえと式3次元空間でのバネの伸びと長さの関係っていうのはランジュ版関数っていう関数で書けますよっていう話がここでは書いてあったと思うんですけど1次元だとこれで 3次元だと、まあ、形がちょっと変わってくる、まあ、いわゆるフックの法則の3次元版の形になります。ホワイトボードに写っているやつはあの縦軸がバネの伸びで横軸が力っていうふうに書いてあるんです。フックの法則っていうのは古典物理ニュートン力学をベースに考えてるんですけど自生体の場合は、えー、と量子力学を考慮する必要があって。 で同時性体を例にとって、自性体のスピンが1分の一の時の時間の計算をちょっとやってみようかと思います。これがなんか磁力の大きさに対応すると思ってほしいんですけど、1分の一の大きさを持つ二極、えー、モーメントは古典力学的には斜め方向を向いていてもまあいいような気もするんですけど、量子力学的には えと2分の1かマイナス2分の1かの2種類しかないんですよ。上向向ききか下向きのそうするとここのボルツマイン紙に対応するあのここのエネルギー状態っていうのが上向きの時だとこれぐらいで下向きの時だとこれぐらいっていうのがまあ2種類しかなくて3.25式みたいな。 形になるとスピン1個のイクシロンは可能性としては2種類あって Gsμbh っていうふうにかけてでこの s がプラスマイナスプラス2分の1かマイナス2分の1かまあどっちかを取るんですよね。はという風にかけると で分配関数は、このボルツマインを全部の可能性について、えっ、ー、と、足し算するので、2つ足し算するんですよね。e のマイナス2分の1かけるなんとか足すことの e のプラスの2分の1のなんとか。でも、ボルツの自由エネルギーが f イコール kt ログ z なので、 これをここに代入するんですよ。えー、熱力学的には E マイナス TS 全微分形式に直すとこの部分が磁性体の場合だとマイナス mdh でいいんでしたっけ？そこがどうなってるかちょっと自,信自信がないんですけど結果的にマイナス SdT マイナス mdh になると全微分と偏微分の関係から。 えっと、直っていうのがマイナスラウンド F ラウンド1で書くことができる。で、あの、ここの F にこれが入るんですね。で、この F っていうのは Z で求められると。で、Z っていうのは、その、スピンが1 2分の1の時に、ボルツマイ1の2つの足し算で書ける。えー、だから、あの、最初のモデル計算でスピンが1 2分の1だっていうふうに仮定すれば、 そこから順繰り順繰りに計算すると結果的に直と磁場との関係っていうのがこういうふうに書くことができますね。出てきた結果がどうなってるかっていうのが、えー、この本の111ページに書いてある横軸 H で縦軸 M の形でこんな感じになっていると。で一般的にはあの磁場が十分小さいところでは M と H は だいいた比例関係になっているとこの比例関係になっているところの傾きがいわゆる磁化率っていうふうに言われてて実験結果と比較されたりするんですよ。で、えー、と地盤が十分大きくなってくると磁気モーメントが完全に揃っちゃうつまりあの地盤が0の時はあの S が1 2分の1かプラスか分かんないランダムな状態だから全部平均取ると平均化されて0になっちゃうんですけど。 磁場が完全にかかると全部同じ符号になるので結果的に上限の二分の 1μBH に揃ろってくるというふうな形になるやっていることは最初の過程からエネルギーがこうなってボルツトマイ肢がこうなって指数関数の足し算ですねでそれをログとって微分しているだけですよねまあ大学院程度の数学の知識があれば楽にとは言わないまでもそれなりに できるんじゃないかなと思います。でさらに話を進めるとですね、d 電子系だとか繊維金属だとか、えっ、ー、と軌道類 f 電子系だとかだと大きな角運動量を持つ磁性体っていうのがあったりするんですよ。まあ量子力学では角運動量量子数とか言ったりするんですけど、例えば j イコール1の時、z 成分は1と0と マイナス1の3種類あるんです、まあ、ルールとしては角運動量の最大値が1で,で古典力学では角運動量が斜め方向を向くっていうのはあり得るんですけど量子力学では Z 成分は整数もしくは反整数であると、まあ、いうルールがあってだから1と0とマイナス1しかあり得ないですで同じルールで例えばあの反整数で2分の3の時は JZ は2分の3プラス2分の1マイナス2分の1マイナス2分の3か違いはこっち側は3通りでこれは2分の3からマイナス2分の3まで4通りとつまり取り得る状態は 2J+1 通りあるんですということはあの分配関数のこの計算っていうのですね スピン分の1 2の時は2 1だとはすだになりますよねつまりその分配関数は2つの足し算になるんですけど角運、えっと、動量が J の時はあのこの分配関数は 2J 足す1個足し合わせる必要があるんです。でそれを計算して自由エネルギーを出して、えー、磁場で微分すると磁化が出ますよっていう流れで計算をしていくことが えとできる出てきた計算例っていうのが、えー、とこの本でいうと先の方にだいぶ先の方に書いてあって図の3.20ーアン関数っていうのがこの本に書いてあるのわかりますかねこういうい感じで時間の計算が シミュレーションで求めることができるスピンがこうだったというふうに仮定してそれが持っているエネルギーがこれぐらいですねっていうふうに設定すればあとはその熱統計力学の知識から時価と磁場の関係式が求められるとこのホワイトボードに写っているこの関数っていうのが まあ、J がスピンが二分の一の場合だとこうなりますっていうなんかイメージ的に書いたんですけど大雑把な形は磁気モーメントがいく,ついくつだったとしても大体こういう形になるんですね。でその関数がこの本でいうとこの114ページの式の3.30えっとブリルワン関数っていう風に呼ばれているんですけどえっとまあ本見ていただくと えー、ハイパボリックコタンジェントが入ってますよね。で、なんかちょっと難しそうな、えー、と式ではあるものの、まあ、やってることは、要するに、これの計算をやってると。で、この辺の計算をしたら、3.30式が出るんだっていうふうに思ってくださって結構です。まあ、だから、 ある程度の数学的な知識があって、まあ、頑張れば数値的に求めることは可能です。